なんだこの違和感は。前に来た時と何かが違う。人が全然いません。確かに。でもなんで。声がしたぞ。向こうだ。行ってみよう。力のないもの、弱いものは淘汰される。さよなら、モブ。何か用ですか？なんでこんなことをしたんだ。あなたに答える必要性は感じられませんが、特に禁止されていることではないので答えます。今の人は私たちの求める石を持っていると言いました。しかしその石を渡そうとはしませんでした。なのでこうして手に入れただけです。必要なものを手に入れるために。よう、ヒーロー、なかなかしつけがなってんだろう。ジェネシス、結構苦労したんだぜ、ここまでにするのは。お前がやらせたのか。面倒なクエストはこうして NPC をぶっ殺すとショートカットになるんだよ。けどよ、このゲームでは NPC を攻撃すっとブルーカーソルになっちまう。それでその子に NPC を襲わせた。冴えてんだろ。これからはこの攻略法が流行るぜ。こいつ普通の NPC と違って挙動がおかしいくせに学習スピードだけは異様に速くてよ、他のゲームの NPC とは大違いだ。いい道具になるぜ。マスター、石を手に入れました。時間がかかりすぎなんだよ。もっと早く済ませろよ。わかったな。なぜそうまでしてクエストを進めようとするんだ。おいおい、記憶力大丈夫か。前にも言っただろ、世界が崩壊するなんて楽しそうだったよ。目の前に楽しそうなクエストがあんのに、それをクリアしない VRMMO プレイヤーなんているか。いないだろう。ん？何が起きた？クエストが進行したんだ。それによってインスタンスマップだった八重地から追い出された。なるほど、確かにクエストログが更新されたみたいだな。次にやることが表示されてるぞ。二人の女神を祈りの神殿へ導き、祈りを捧げさせる。だ、今度ばかりはこいつらを揃えておかねえとクリアできそうにねえか。つうことで、そのモブをよこせ。断る。はい。はい。そこの男をぶっ殺して、お前の双子を奪ってこい。わかりました。さあどうする、モブのヒーロー様。お前にこいつを切ることができっか。ただの NPC だぜ。やっちまえばいいんだよ。さあ、始めろ。あなたも私たちを拒絶するというのなら、ここで消えなさい。この攻撃もジェネシスが教えたもので、それをこの子は正しいことだと信じて俺に向けている。いや、このまま裁き続けるのはさすがに無理だぞ。なぜあなたは攻撃してこないのですか。なぜって、
君と戦う理由がないからだ。戦う理由？私とあなた。俺はこの世界を、この世界にいる人たちを失いたくない。その中には君だって含まれているんだ。私は失いたくない。君はこのままでいいのか？相手は一人じゃないって忘れてんのか？ああ、何フリーズしてんだよ。さっさととどめを刺せ。私にはなすべきことがある。アスナ、これは二人の約束。キリト君は私が守る。間に合ってよかった。アスナ、来てくれたのか。おい女、邪魔すんなよ。おとなしく引きなさい。すぐに私たちの仲間も駆けつけるわ。はあ、脅しのつもりか。お前ら雑魚が何人集まろうが問題じゃねえんだよ。仕方ねえな。俺が片付けてやる。前と同じだ。戦いの前にメニューを開いて、そして、できたぜ。最高の観客がよ。アスナ、気をつけろ。ヤツのアジリティは異常だ。行くぞ俺。早い。よく防いだな。やるやる。そんじゃいつまで耐えられるか。耐久チャレンジと行こうぜ。るか。もっと寝てりゃいいのに頭悪いな。仲間を傷つけられたくないってか。いいぜ、2対1でも何でも来いよ。攻撃の一つ一つが早すぎて踏み込むタイミングがつかめない。あれ、腰が引けてんじゃねえのか。なんて攻撃だ。こっちの動きが読まれているのか。見えるんだよ、お前らがどう動くかがな。分かったろ、実力の差が。さっさと諦めて。一旦引くぞ。わかりました。祈りの神殿、続きはそこでだ。どうしたんだろう、急に。わからない。それよりも来てくれて助かったよ。言ったじゃない、君のことは私が守るって。ありがとう、アスナ。プレミアちゃんは大丈夫？はい、私は何も問題ありません。よかった、二人とも無事で。町に戻ろう。みんなにも話をしないと。
ミアちゃんにそっくりな女神の子に NPC を襲わせるなんて、ほんとろくでもない攻略の仕方をするわね。でもそれができちゃう時点で遊び方の一つってことになっちゃうんだよね。全然納得はできないけど。ああ、ジェネシスの言うがままなのか。もう彼女に影響を与えてしまったのは俺たちプレイヤーだ。彼女に罪はない。もともとは性格が設定されていないクエスト NPC だったんだもんね。もっとまともなやつに出会ってればな。でもあいつブルーカーソルは避けたくせにオレンジカーソルになることには躊躇ないのね。ブルーカーソルによるペナルティはゲームを続けることが不可能になるレベルのものだ。それを避けたということは逆にプレミアのクエストを終わらせようとする意志の表れかもしれない。この後もあいつはクエストを進めるつもりってことだね。クエストログを見る限り次のイベントは二人の女神が揃わないと進めることはできないはず。またどこかでプレミアちゃんを狙ってくるでしょうね。それにもう一人の女神も放っておけないよね。プレミアちゃんと双子の子だな。だからこの先にジェネシスが待ち構えていようとも次の場所に行こうと思う。ジェネシスとあの子を止めるために。ああ、これ以上好きにはさせぬ。それにしてもジェネシスの様子が少しおかしかったよね。規制を上げて襲いかかってきたと思ったら急に苦しそうにして。見る分にはトランスプレイヤーに共通することがいくつも見受けられるんだよな。ちょっくら調べたんだけどよ、デジタルドラッグって使用者にかなりの負担があるらしいな。常習性もさることながら過剰に使いすぎるとかなり危険だって話だぜ。じゃあジェネシスが苦しそうにしていたのはデジタルドラッグを使いすぎたから。デジタルドラッグによるノルアドレナリンの過剰分泌は身体に様々な異常を起こす可能性があります。フルダイブ中だとアミスフィアによって嗅覚は機能しませんが、心理的な症状は表に出ます。突然苦しみ出すことも不思議ではありません。でもそういったプレイヤーはアミスフィアの安全機能で強制ログアウトさせられるはず。はい、ですがジェネシスはログアウトすることなく立ち去ったんですよね。それならよ、強制ログアウト機能のないナーブギアを使ってる可能性ってのはどうだ。その可能性はかなり低いと思う。 SAO の時から政府による回収は続いてて、世間にはほぼナーブギアは存在しないと言われている。アミスフィアを改造してステータスを改ざんするっていうのは？アミスフィアはナーブギアをベースによりプレイヤーへの安全性を考慮したものだ。ナーブギアベースの完成された VR システムの周りは継承されている。カーディナルシステムとともにカヤバが作り出した完璧なシステムの一つだ。だから改造して使用することなんて不可能。どうしたの？いや、ちょっと待てよ。アミスフィアは確かにナーブギアの後継機だけど、全ての機能が受け継がれたものじゃない。むしろカヤバが絶対につけなかったものがついている。パパ、それはまさか。ああ、あれだ。なるほどです。確かにそこなら改造できる余地がありますね。ちょっとちょっと、何二人だけで盛り上がってんのよ。何ですか、改造できる余地って？さっき話に出てきたアミスフィアの安全機能の部分さ。あれはカヤバが考案したものではなく、 SAO の事件を受けて後付けされたものだ。ジェネシスはアミスフィアのその部分に何かしらの改造を加えているってこと？ああ、それでデジタルドラッグを使用しても安全機能に引っかからないようにした可能性が高い。そうして覚醒した状態を維持し続ければ異常なほど高まった感覚を持ったままゲームをプレイできる。まるでバーサーカーのように。
そんなことをしてまで強くなりたいなんて並じゃない執念深さだね。でもそんな力でこのゲームを無茶苦茶にしようとしているならますます許せないよ。このことを運営に知らせればジェネシスをなんとかできないかな。今の話はまだ可能性に過ぎないわけでしょ。だったら証拠をつかまなくちゃ。ああ、何としても事実をつかんであいつを止めてみせる。それからプレミアを守ってほしいのはもちろんだけど、みんなも十分に注意してほしい。ここにいるみんな簡単にやられたりしないわよ。プレミアちゃんもこの世界も絶対に守ろうね。もし本当に不正を行っているならジェネシスを絶対に放っておけない。この世界を人の勝手な都合で好きにしていいなんて。